ネフェリルカラーとは、古代エジプト第5王朝の三大ファラオである。ネフェリルカラーは、戦王サフラーとその日、メレトネブティの子として生まれた。彼は、ラーネフェルエイとも呼ばれ、彼の没後は、シェプセスカラーが王位を継いだとされるが、ネフェリルカラーの没後は、ネフェルエフラーが王位につき、その後シェプセスカラーが即位したという遺説も存在する。アビュドス王名表。誕生名。 課会が記されているネフェリルカラーについては、自分自身のピラミッドは、元より彼と同時代の人物の墓でも言及されている。ネフェリルカラーは、ほぼ同時期のギーザライティングボードにも登場する。これは、第5王朝後期、または第6王朝初期までのファラオを6人ずつ、グループ化した短いリストであり、マジャーはという交換の墓で発見された。彼は、 古代エジプトの二つの欧名表の一つに載っていることが確認されている。その一つとは、アビュドス欧名表で、誕生名の境が28行目に記されている。もう一つの欧名表である、鳥の欧名表では、三列目の19行目にあると考えられているが、その部分は欠損しており確認することができない。この他にも、ネフェリルカラーには一人の配偶者がいた可能性がある。 マネとは、ネフェリルカラーに20年の知性を割り当てているが、現在見つかっている、考古学的資料により、これは過大評価であることが分かっている。損傷したパレルモイ氏によれば、ネフェリルカラーは10から11年の知性であった。彼は、王子時代、ラーネフェルと呼ばれていた。パレルモイ氏によると、ラーネフェルは父、サフラーの死の翌日の9月28日に即位して、ファラオとなった。 その後、彼は王としての最初の年に神々に土地を与えた。太陽神ラートハトホルという神には彼は210の毎日捧げる備え物が備わる供物テーブルを捧げた。そして、地世10年目に自分自身の彫像を建て、自身の太陽神殿とその周辺にラートホルスのためにバークスを設置したという。しかしパレルモイ氏の記述はここで終わっており、これは、 石がネフェリルカラーの地勢中に編集されたことを示唆している。また、地勢中はヌビアとの貿易関係があったことが知られている。この時代はピラミッド建設より太陽神殿の建設の方が重要とされ、ピラミッドが衰退していったのだが、ネフェリルカラーはそうした第五王朝の王たちの中で最大のピラミッドが建設された。大きさはメンカウラー王のピラミッドに等しい。 所在地はメンフィスであるネフェリルカラーのピラミッド。ありがとうございます。